ゆうこちゃん始まりました。今日はねちょっと必要なものをお買い物しに行ったりとか行きたかったところがあるのでそこに行ってみたいと思います。では後ほど。ピョン。前回使ったマイクがしょぼすぎたので新しく買いました。ナレーション楽しくできそうです。イエーイ。横浜ベイコートにやってきました。なんかキラキラしてるね。なんかすごくない？楽しそうじゃない？見えるかな？キラキラ、すべてがベイコートのすべてがキラキラしてる。行ってみよう。あったあった。来たかった場所。そうだね、なんかまだちょっと明るいよね。てれーランタンフェスティバル。あ、間違えた、フェスティバルじゃなかった、嘘ついた。ランタンナイトだった。嘘つきました。あ、こういう感じか。あ、ワンコがいるじゃない。あれは何なの、みんなのワンコなの？連れてきたんだ。あー、へえ、綺麗だね。じゃーん。ランタンすごい可愛かったな。髪の毛ついてる。はい、ランタンナイト来ました。は、可愛かった。なんかインスタとかにも写真載っけてみようかなと思います。なんかね、こう映像で見るより写真の方が可愛いかも。では夜ご飯食べに行きたいと思います。レッツゴー。上からも撮っちゃうみたいな。なんかここ飲食店いっぱいあっていいね。わーすごい。なんかさ、横浜ってでも私夜景結構好きで、結構綺麗じゃない？ほら、なんかベイコートは結構景色本当にいいかも。雑貨屋さんなんかも充実してて、ベイクウォーターは本当におすすめだなと思いました。多国籍のアジアン料理が食べれる感じのお店を選んでみました。美味しそうな感じ。店内は独自ランタンフェスティバルやってました。お店の名前が読めませんが、こちらに行ってみたいと思います。なんて読むんだろう。チャトニーさんだって。めっちゃ美味しそう。いろんなの食べれそう。あ、何食べたかった？なんだっけ、あのガパオライス選手権だっけ、パッタイ選手権か。あ、エビのパッタイだよ。パッタイ選手権やる？本当だ。そうだね。これでいい？パッタイ選手権。パッタイ選手権やる？じゃあこれとパッタイ選手権やればいいんじゃない？パッタイ選手権ってなんだろう。受けるんだけど。どうかな、ここでは。行きたくなくなったり、例えば昨日。はい。ハギチアンサワー。うん。美味しい。上場の味がする。そうね。いやー、もうそういうとこよね。私もう本当に全然違う角度で来るからさ。
違う、YouTube カメラ便利に、うん、誰かいたこの人、そういうとこある。あ、ちょっと回ってんの、座ってんの。それだね、ラナちゃんそうしようかな、そうしてそうする嵐を起こすわ、起こして起こして、それだよね。そういうのってさ、やっぱ喋ってないと出てこないよね。これ定期的に部長に言わなきゃダメだと思うそうするあの、いいあれちょっとこのさ、食べてるのに踊り出すっていう踊り出すスタイルね。これでさ、あれ作ったの見た？ジングル、あ、見てないかも。あ、見た見た。なんだっけ、ジングル作ったの、 YouTube のジングル、ゆうこチャンネル。あ、見た見た。ペロリン、早すぎて分かんなかったでしょでもね、あ、これかと思った。でも、短かった。あ、もうちょっとって感じだったよね、うん、あと1秒2秒長くてもいいのかな。なんか5秒以上あるとちょっと鬱陶しいっていう噂だから。なるほどね。ニコちゃんマーク入れてみた。3秒ね。あれ3秒、あれ3秒、うん、どこだか。3秒って短いよね。短いね。ハローって入れるのがさ、ポンポンポンって出てくるんだけど、最後の王が完成しないうちに消えちゃうんだよねそれちょっとなんか5秒でもいいかもな、うん、なんかそういうのも最近いろいろ研究してる。私しました、アジアンサンプラー、失礼します。いろんな種類が乗っかってきた。多国籍だね、ここね、うん、美味しそう。アジア料理が西アジア、東アジア、東南アジア、全体アジア全体アジア、全体アジア、食べよう食べよう。いただきます。そもそもこのままで食べれるか。どうぞ。あ、君、はい、しまう。ゼロパクチーだ。ゼロパクチーになった。ゼロパクチーになった。台湾の匂いする。これお肉。懐かしの台湾のね、あのウーシャンフンってやつだと思うんだよね。ウーシャンフンは。ゴー、香る、粉、ウー、シャンは匂うね、匂うっていうか香り、うん、ウーシャンフェン、ウーシャンフェン、すっごい台湾懐かしい。なんかもう匂いだけで行きたくなっちゃう。さあ、もうさ、辛い、辛いと急に20歳ぐらい老けちゃうっていう特徴を持ってますなんでこんな風に老けちゃうんだろう。ウーシャンフェン味、うんうんうん、さ、こう寝るよね、みんなエビのパッタイ、美味しそうだな。まだ体験してない何かみたいなそういうのしたいね。英語喋りたいから英語はもう忘れすぎちゃって喋れないな。本当だね。あそこが一番いいね。ちょっとなんか油っぽさも足んなくない？やっぱり自由が丘のあそこのパッタイが一番美味しいな。じゃあ今回のパッタイ選手権はダメだったということで、はい、あ、お腹いっぱいになった。でも本当に私この間すごい食べれたけどさ、あれだ多分ね、すっごいね、ジャストフィットの腹ペコだったからなんだよね。あ、そっか。そう、意外と普通だよあれすごかったよね、大食い選手権。セリアに行こう。
そろそろハロウィンだな。デザート。どんだけ来んだい。どんだけ来んだい。はい、はい、大丈夫でーす。結局ね、なんかあんまり食べれないとか言って。普段はそんなに食べないよとか言って、歩いたら食べるんだよ。お腹いっぱいとか言って、全然食べるんでしょ。パンケーキとか言って。そうそう、パンケーキ。でも私あそこで、あのいや、なんか米王館の時は、パンケーキ食べるのちょっと思ったの。行くな部長と思ったけど、結局ね、ここでもどうする、ロールケーキ結局食べるんかいっていう、そういうことなんだよ。人生っていうのはね、やっぱ食べるんだよ。イエーイ。これは桃と背もち、中に何か入ってる。すごいね、なんか抹茶尽くし。お豆腐のなんかですよね。お豆腐の白玉食べよう。明日も過ぎじゃないっけ。え、明日も過ぎじゃない。でもこれなんか食べてみた。あんこだ。あんこか。うん。アイスじゃなくて。すごいね。抹茶怖い、このあんこ。あ、口情報。この急須のこの穴って、急須のこの、ここのね、出るとこに向けると、空気を滞留して美味しいお茶になります。この穴の抜ける位置結構知らない人多いんで、うん、ならんかった。そうなの、うん、温かいって言った方が、あ、本当温かいんだ。茹でたてですので、うん、言えてる、言えてない、茹でたてですので、キャッチつけた、茹でたてですので、うん、美味しい。本当やっぱこのあんこつけた方がいいよ、ね、うん、じゃあお抹茶あんこ、お豆腐の白玉、うん、あ、ここ、うん、あ、これかけてもらった。これかけよう、これも抹茶、これも抹茶、うんうん、入ってます。はい、そう、買い物したり、部長とね、ちょっといろいろ食べたりとかして、行きたかったランタンナイトにも行ったし、大満足の一日でした。じゃあね、急に終わるから、じゃあね。